東方日報によると、中国海軍が新たに004型と呼ばれる航空母艦の建造を開始したと報じられました。この記事で、その最新の中国製空母004型の詳細について深く掘り下げてみたいと思います。しかし、中国の真に注目すべき計画は、2030年までに5隻、2049年までには10隻の空母を保有するというものです。今回の新型空母の建造は、この大胆な目標に向けた重要なステップとなるでしょう。この計画からは、明らかに緊迫感が伝わってきます。現在、香港で発行されている広東語表記の新聞の中にあって、最大の発行部数を誇る東方日報は、2024年8月12日付の紙面において、中国画寮寧省にある大連造船所で、新型の航空母艦が建造されているとの内容を報じた。東方日報の同報道によれば、この新型航空母艦は004型と紹介されており、現在テスト中の物件に続く中国国産の航空母艦としては3隻目にあたり、規模的には物件と同等ではないかと記述している。物件は、機関部こそ通常動力型の航空母艦ではあるが、中国海軍の1隻目の遼寧や2隻目の山東のように、艦首部にスキージャンプ方式を備えたものではなく、電磁式のカタパルトを発艦装置に初採用することが判明している。今回、東方日報が報じた004型と、召される新型の航空母艦は、規模的には、物件と同程度と見られるが、ついに、機関部には、中国海軍の航空母艦として、初の原子力推進を搭載するのではないかと推察されている。これまでも、いずれ、中国海軍は、原子力推進型の航空母艦の建造に着手するとは予想されていたが、航空母艦に搭載する原子炉の技術的な課題などから、一時期は、その実現は、近年中に行うことは困難ではないかといった声も上がっていた。しかし、仮に、今回の東方日報の報道内容が正しいとすれば、中国海軍は、合計で4隻目、国産として、3隻目で原子力推進機関を搭載した航空母艦を手掛けていることを意味し、アメリカ、フランスに次いで、世界で、3番目の原子力空母の保有国となる可能性が高まった。今回の東方日報のこの報道には、実は、伏線とでも呼ぶべき動きがあり、それは、今年2024年3月に、中国海軍の高官が、合計で、4隻目、国産として、3隻目の航空母艦の建造を認め、その動力が、いかなる方式となるのかも、近日中に公表されるだろうと述べたことだ。現段階では、大連造船所で建造中と伝えられた中国海軍の004型航空母艦の機関が、原子力推進方式であるのか否かについては、中国当局が公式に認めたわけではなく、あくまで、東方日報が、インターネット上の情報を集約した上での推察にはなる。では、改めて、これまでの中国海軍の航空母艦の配備状況を振り返ってみると、まず、2012年9月に、1隻目の航空母艦、遼寧を就役させており、同艦は、旧ソ連時代に建造途中だった、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグを改修したものだ。アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワディャーグは、1985年に寄港されたが、1991年の旧ソ連の崩壊に伴い、紆余曲折を経て、その余波で独立国となったウクライナの所有物となり、最終的に中国がスクラップの名目で1998年に入手した。そこから14年を経て、中国はなんとか自国海軍の1隻目の航空母艦、遼寧として就役させ、旧ソ連時の仕様と同様に、初艦時には艦首部のスキージャンプを使用し、着艦時にはアレスティングワイヤーを用いるストーバー方式の航空母艦となった。航空母艦、遼寧は、基準排水量が 46,637トン、満載排水量が 59,439トン、全長が 304.5 メートル、全幅が 37.0 メートルほどの艦体を持つ中型の航空母艦で、最大で、およそ36機の航空機を収容可能と召されている。この、遼寧をベースに続けて、中国海軍が、
初の国産の航空母艦として建造を行ったのが山東であり、2013年11月に起工、2017年4月に進水、2019年12月に収益を果たし、発着艦の起工もストバー方式を踏襲している。山東は、基準排水量が5万6000トン、満載排水量が6万7000トン、全長が 315.5 メートル、全幅が 38.0 メートルの艦隊と召されており、ベースとなった遼寧から若干の大型化が図られたことが数値上からは伺える。山東では、ベースとした遼寧と比して、艦隊が若干大型化されたこともあり、艦内の格納庫のスペースもおよそ2割ほどが拡張されたと召されており、そのことから、最大で収納可能な航空機も46機ほどまで増加した可能性がある。それは、艦載の主力戦闘機である J15 の収容数換算で6機に相当すると考えられており、練習用の航空母艦と位置づけられる遼寧に対して、山東は、初の実践的な運用を中国海軍が行った艦艇と認識されている。ただし、遼寧やその拡張版とも言うべき山東は、艦載機の発着艦に、ストバー方式を採用しているため、発艦時には、カタパルトでの射出を使用し、着艦時には、アレスティングワイヤを用いるキャタバー方式に比して、艦載機の運用効率が低いと指摘されてきた。例えば、蒸気式のカタパルトを備えたアメリカ海軍のミニッツ級原子力航空母艦の場合、艦載機の最大離陸重量はおよそ45トンに達することに比して、山東では実にその6割強の28トンほどに止まるとの指摘がある。これだけ艦載機の発艦時の重量に差があると、遼寧や山東が艦載する主力戦闘機の J15 では、空対空ミサイルしか兵装として搭載することができないと思われ、対艦攻撃や対地攻撃が可能な兵装の運用は困難と見さされている。また、アメリカ海軍のミニッツ級原子力航空母艦は、カトバー方式であるため、1日あたり120回ほどの艦載機の出撃が可能だが、ストバー方式の山東は、これが40回程度ではないかと見されており、艦隊の規模や搭載機数以上に、攻撃力に大きな差があると考えられてきた。こうしたストーバー方式の遼寧や山東が抱える課題は、無論等の中国海軍も十二分に認識しており、それを踏まえて、3隻目、国産としては、2隻目の航空母艦、福建では、ついにカトバー方式を採用した。航空母艦、福建は、2018年末に建造が開始されていることが報じられ、そこからおよそ4年を経た2022年6月に進水、今年2024年5月頭にはテスト航海が行われ、本年中に就役することが予想されている。福建は、推定で、満載排水量がおよそ8万トン、全長がおよそ 316.0 メートル、全幅がおよそ 38.0 メートルほどと召されており、中国海初のキャタバー方式の航空母艦として、3機の電磁式カタパルトを搭載すると喧伝されている。電磁式カタパルトは、アメリカ海軍でも、最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級の1番艦にして、ネームシップのジェラルド・ R ・フォードが唯一運用されているのみで、世界でも2隻目となる可能性がある。そもそも、電磁式ではない従来までの蒸気式カタパルトであっても、それを現時点で実装し運用しているのは、アメリカ海軍のミニッツ級航空母艦10隻とフランス海軍のシャルル・ド・ゴールしか存在しない。そして、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールの蒸気式カタパルトも、アメリカが提供したものであるため、その製造は、アメリカ以外の国が成功させたことは、これまでの歴史の中でも起きていない状況だ。さらに、アメリカ海軍のミニッツ級航空母艦、最新鋭のジェラルド・ R ・フォードも、フランス海軍のシャルル・ド・ゴールもいずれも、その機関部には原子力推進が採用されており、ことに、電磁式カタパルトの稼働には、そこから生み出される大電力が必須と言われている。そのため、中国海軍の福建が、通常動力型の機関部でいかにして電磁式カタパルトを稼働させられるのかという点については、かなり懐疑的な意見が
西側各国の報道では大勢を占めている。その可否は、今年2024年中に、予想通りに復権が収益し、軍事演習等で、実際に電磁式カタパルトを稼働させたことが確認されるまで何とも言えないが、かなり技術的なハードルが高いことは間違いないだろう。そんな復権の世界が注目する収益の予定であるこの2024年に、中国海軍が次の4隻目の航空母艦の建造を進めており、それが原子力推進である可能性があることについて、その軍拡の速度には改めて留意が必要と思われる。東方日報は2024年8月12日に中国画寮寧省大連造船所で新型航空母艦004型を建造中であると報じました。この航空母艦は復権と同規模であり、中国国産の航空母艦としては3隻目にあたります。注目すべきは、この新型航空母艦が中国海軍の航空母艦として初めて原子力推進を採用する可能性がある点です。もしこれが事実であれば、中国はアメリカやフランスに次いで原子力空母を保有する世界で3番目の国となります。この報道は中国の軍事力強化と技術進展を示唆しています。日本がインドとの外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2にて、驚きの展開になり、もが、2型護衛艦が搭載している複合通信空中戦の通称ユニコーンのインドへの転移が検討との情報をキャッチしました。今回は、そんな最新鋭もが、2型の複合通信空中戦の通称ユニコーンのインドへの転移かを、詳しく見ていきますね。日本とインドの協力体制は、中国が一番嫌う方向性です。近平も今度は挟まれてしまいましたね。中国国内は崩壊中なんです。日本とインドは2カ国間で相互に外務大臣と防衛大臣及び国防大臣が参加を行う外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と呼ばれる協議をインドの首都ニューデリーで2024年8月20日に開催したことが報じられた。今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2には、前者からは上川外務大臣と木原防衛大臣、そして後者からはジャイシャンカル外務大臣と新国防大臣が出席、両国としては通算で3回目の実施となった。日本において外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と聞けば、唯一の軍事同盟締結国であるアメリカとの間で行われる会合との印象が強いかもしれないが、今回のインドのように、アメリカ以外の国とも行っている取り組みではある。日本は、これまでにも、アメリカ以外の複数の国とこの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2に臨んでおり、今回のインドをはじめ、オーストラリア、インドネシア、そしてイギリスやフランスなどとも、その会合を行っている。もっとも、相手国として以外に思われるかもしれないのはロシアで、かつての安倍政権時には、同国からの北方領土の返還を念頭に置いた、日露間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催したこともあった。まあ、2022年2月に正規し、今も、ウクライナの劣勢が続くロシア・ウクライナ戦争に直面し、日本とロシアとが、再び、この外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催することは当面はないと思われるが、政治的な動向に沿って開催されてきた側面もある。さて、
今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2の開催だが、その主たる開催目的は、南シナ海や東シナ海、さらには、西太平洋など周囲の海への進出を強める中国に対し、これを牽制する政治的な意味が大きかったと考えられる。したがって、今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2においては、大きな枠組みとしては、日本、インド、アメリカ、オーストラリアの4カ国によるクアッド体制のこれまで以上の連携の強化が打ち出された。また、日本とインドの双方が今後の安全保障環境を見据えた上で、宇宙空間やサイバー空間といった新たな領域についても、軍事面を含めた協力関係の進行を行うことが表明され、新たにこれらの点への協力も合意がなされたとされる。具体的には、今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2の成果として、日本の自衛隊とインド軍との合同軍事演習の強化や、海上自衛隊の艦艇を中東方面やアフリカ方面に派遣する際の支援についても合意したと報じられている。これらに加えて注目を集めたのは、現時点で海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが、身型に搭載されている艦艇搭載用のアンテナ設備を、インド海軍の艦艇に対しても転移する検討がなされた点であろう。この最後の海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが、身型に搭載している艦艇搭載用のアンテナ設備を、インド海軍の艦艇に転移する検討が行われたことが注目されているのは、それが、日本の防衛装備品の輸出に直結する事例となり得るゆえであろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが身型は、一番艦にして、ネームシップの、も、ガミ、2番艦の、クマの、3番艦の、のしろが2022年、4番艦の、ミクマが、2023年、5番艦の、ヤハギと、6番艦の、アガノ、が、今年2024年6月までに就役している。さらにもが身型は、7番艦の、イヨども、今年2024年末の就役が予定されており、以後8番艦の、ユーベツ、9番艦の、ナトリが、来年2025年中に就役予定で、10番艦から12番艦も2026年度内までにこれに続く形である。一時期は22隻という大量建造も視野に入れられていたもが身型護衛艦だったが、現在はこの12隻で一旦同型艦の建造を終了し、以後はその拡大改良版となる新型艦の建造が同様に12隻の規模で実施されることが打ち出されている。も、が身型護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、全幅で 16.3 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊で初となる新たな艦種記号、FFM を付与された艦艇としてもよく知られている。この艦種記号の FFM は、頭の FF が艦級を示すフリゲートを意味しており、後ろの M は、機雷を表す、マインと多目的を表すマルチパーパスのダブルミーミングと公表されており、従来までの日本の沿岸防備を担う護衛艦、艦種記号、DE を置き換えるものとなっている。も、が身型護衛艦は、当初の予定であった基準排水量3000トンという規模からは3割ほど大型化しているが、機関部には、ディーゼル機関とガスタービン機関を合わせたコダグ方式を採用。最大で出力7万馬力、30ノット以上の速度を発揮可能としている。また、兵装面に関してももがみ、型護衛艦は、主砲として、マーク 45.62 口径5インチ砲1機、マーク 41VLS 垂直発射艦16セル、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔を2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機等を装備予定で、そして、機雷の敷設と除去の両方を行うことも可能とされている。この最後に挙げた機雷の敷設と除去の両方を行うことが可能である点が、もが身型護衛艦の艦種記号、FFM にも反映された特徴であり、従来まで、ハモット小型の専用の艦艇で実施していた対機雷戦闘も包括して行うことが基とされている。そして、も、が身型護衛艦といえば、レーダー反射断面積を極力抑えるために、
できるだけ、艦全体を、シンプルなラインで構成するデザインが採用されており、兵装を含め、非常にスッキリとした見た目が特徴だと言ってよいだろう。こうしたレーダー反射弾面積を極力抑え、艦隊のステルス性の向上の一環を担っているものの一つとして、艦橋上部に設置された円筒形をした棒状の通信用のアンテナ、複合通信空中線があり、最上型を識別する上での外観上のトレードマークともなっている。目下、2型護衛艦の通信用のアンテナ、複合通信空中線は、英語では、ユニテッド・コンビネット・ラジオ・アンテナ・ユニファイド・コンバインド・ラジオ・アンテナと呼称され、その頭文字と見た目から、想像上の一角獣にも呼んで、ユニコーンとも呼ばれている。この通信用のアンテナ、複合通信空中線である通称、ユニコーンが、今回の日本とインド間での外務・防衛閣僚会合、通称2プラス2において、今後、日本から、インド海軍の艦艇へ移転する検討が行われたものである。通信用のアンテナ、複合通信空中線である通称、ユニコーンは、日本の NEC、日本電機株式会社が、オモ契約となって開発されたもので、同社の桑井三波工業株式会社及び、横浜ゴム株式会社の技術によって実用化された。この通称、ユニコーンは、これまで、海上自衛隊の艦艇において、マスト上部に複数存在していた個々の空中戦群を相互に干渉させずに配置し、レーダー反射弾面積を低減させ、対雷性を確保し、また整備性を向上させ、偽装を簡素化して、単体の空中戦装置に統合したものである。今年2024年3月の時点で、日本は国連憲章に沿う形の防衛装備品技術移転協定を、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンの欧米各国、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マーシア、ベトナム、タイ、そして、中東の UAE と締結している。今回の日本とインド間での外務、防衛閣僚会合、通称2プラス2の後、木原防防衛大臣は、通称、ユニコーンのインドへの移転を機会とし、防衛装備品へ関連する技術協力を深めることで合意を得たと述べ、インド等の関係国とさらに連携強化を図る姿勢を明確にした。こんにちは。今日は、尖閣諸島で起こった驚きのニュースをお届けします。なんと、メキシコから来た40代の男性がカヌーで漂流し、この、遠く離れた島に上陸しました。この、大胆不敵な旅の背後には、一体何があるのでしょうか？この動画で、その全貌を解き明かしていきますので、最後まで見逃さないでくださいね。中国海警局の動きを封じた海上保安庁はさすがです。中国も自分の領土とは思っていないのでしょう。本来ならフィリピン以上に突っ込んでくるでしょうからね。今年の日本では最大で9連休という大型のお盆休みという方も多かったのではないかと思われるが、その最中の2024年8月16日、尖閣諸島の一島であるお釣り島において一風変わった海難救助の実施が海上保安庁から報告された。この尖閣諸島のお釣り島における海難救助の案件とは、2024年8月16日にメキシコ人の40代男性1人がカヌーに乗って道東の東側の海岸に漂着、
周辺の海域で哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって救助が実施されたというものだ。この魚釣島にカヌーを用いて上陸したメキシコ人の40代男性1人を発見したのは、哨戒任務に当たった海上保安庁の巡視船であったが、その救助には回転翼機が投入され、無事当該の人物を保護、救助したとされる。当該のメキシコ人の40代男性は、この海難救助案件が正規する前に、日本の最先端の島である与那国島に宿泊をしていたことが確認されており、そこで台湾へと渡りたいとの自らの考えを周囲に話していたとされている。このメキシコ人の40代男性は、2024年8月14日以後に、所在が不明となっていて、滞在先であった与那国島の宿泊施設からは、同施設が所有していたカヌーが一艘なくなっていたことが確認されており、これを使用して、同島から台湾への渡航を目指したとめされている。メキシコ人の40代男性の滞在先であった与那国島の宿泊施設は、所有していたカヌーが一艘なくなっていたことに関して、警察等への盗難届等の対応は行っていなかった模様だが、状況から見てこれが使用されたことは、まず間違いなさそうだ。尖閣諸島の魚釣島で発見された当該のメキシコ人の40代男性が使用したカヌー一艘には、数日間の航海に備えるべく、飲料水と食料等が積み込まれていたとされ、その状態で、与那国島から台湾へと航行しようと試みたとみられる。沖縄県の与那国島から台湾までの距離はおよそ 110km ほどではあるものの、この付近の海をよく知る関係者からすれば、当該のカヌーで渡航しようとする試みはかなりリスキーであり、非常に困難な挑戦だと言わざるを得ないようだ。ちなみに、与那国島から尖閣諸島までは、台湾までよりも遠いおよそ 150km ほどの距離があるのだが、潮流に流されて意図せずに、このメキシコ人の40代男性ハウを釣り島へと漂着してしまったものと考えられている。尖閣諸島の周辺海域といえば、近年は、富に、中国側の進出が著しい場所であり、中国側は、自国領だと、一方的に主張を行うことと並行して、公船である中国海警備局の船舶の侵入を半ば常態化させており、日本の懸案事項となっていることは周知の事実だ。したがって、今回、海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部によって海難救助されたメキシコ人の40代男性には、何らかの、そうした日本と中国とに対し影響を及ぼさんとする、政治的な意図が存在したか否かが注目されている。しかし、このメキシコ人の40代男性は、尖閣諸島の魚釣島に漂着した後、自ら、同海域の哨戒活動を行っていた海上保安庁の第11管区の石垣海上保安部側の船舶に、自身の救助を促すアピールを行ったとされ、そうした政治的な背景は今のところ確認されていない。日本側の大方の解釈は、今回のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島の魚釣島に上陸することとなった理由は、無謀にも台湾を目指して、与那国島から、カヌー一艘で渡航を帰としたものの、潮流に流され、あえなく漂着を余儀なくされたものと解釈されている。海上保安庁は、今回、尖閣諸島の魚釣島において、海難救難活動を行い保護した、当該のメキシコ人の40代男性について、日本の国内法に照らして出国管理法に違反した行為だと判断し、救助日から3日後の2024年8月19日に、同容疑で書類送検を実施した。当該のメキシコ人の40代男性が、与那国島から台湾へと渡航すべく、カヌー一艘で同島を出航。結果的に、その目的は果たせず、同じ日本の尖閣諸島ハウを釣り島に漂着したにせよ、その行為は、日本の国内法に照らし、不法な出国を企てたことになる。今回のこの当該のメキシコ人の40代男性が、尖閣諸島ハウを釣り島に漂着したことに対し、発見し、海難救助に回転翼機を用いて迅速に行った海上保安庁の対処、その後の出国管理法に違反した容疑での書類送検の実施に関しては、おおむね、日本国内の反応は利なかったものと評価する声が多いようだ。海上保安庁の今回の対応を評価する声が多い理由としては、前述したように、
尖閣諸島については、中国側も自国の領土であると強硬に主張しているにもかかわらず、その介入を許さずに、日本側が自国の国内法で迅速に対処した点にあると思われる。こうした海上保安庁の迅速な対応よって、尖閣諸島を実効支配しているのは紛れもなく、日本側であるとのアピールを周辺国、ひいては世界各国に向けて強力にアピールできたと思われ、その意義を評価するという考えからであろう。その一方で、今回の海上保安庁の対応を手放しでは喜べないと解釈する人々も存在するようで、そうした意見の核となっていると思われるのは、当該のメキシコ人の40代男性を海難救助した手法が回転翼機を使用した点を疑問視しているようだ。いわく、今回の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転翼機ではなく、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣り島に、当人の行為と同様に上陸させる手法を採用すべきであったという、指摘が主張の中心だと感じられる。個人的には、当該のメキシコ人の40代男性の救助を、海上保安庁側が実際に行った回転翼機と、そうではなく、巡視船から降ろした小型艇で行うことに、意義の違いを見出すという考え方は、正直、どこに相違があるのかがピンとこない。海上保安庁側も、今回の回転翼機を使用した海難救助の手法については、事後に、その事態を素早く解決する上では、最も有効なものであったと考えているようであり、個人的にも、その考え方に同意する部分の方が大きい。当該のメキシコ人の40代男性の救助は、海上保安庁の巡視船から降ろした小型艇を魚釣り島に上陸させるべきであったとの考えの根底には、日本が尖閣諸島を実効支配していることの強力な防衛を足り得るとの考えが横たわっているようだ。しかし、仮に、そうした手段を海上保安庁が適用し、当該のメキシコ人の40代男性の救助に時間を要するような事態となれば、逆に、中国海警局の船舶が妨害行為に及ぶ可能性もあったのではないかと、個人的には思えてならない。そして、最悪の場合、日本の海上保安庁が、先に、当該のメキシコ人の40代男性の救助を実行できず、逆に、中国海警局側が当人を拘束するという事態に発展したかもしれず、そうなっていれば、この問題は、非常に、大きな日中問題へとつながった恐れも多分にあるだろう。昨今の中国は、南シナ海においては、フィリピンと公船同士を衝突させる事態にまで、自らの領土、領海だと主張する場所における実力行使をエスカレートさせており、そうした展開が、いつ尖閣諸島で生起しても、何ら不思議ではないと思われる。少なくとも、今回の海上保安庁の当該のメキシコ人の40代男性の救助は、回転機を用いたことで迅速に対処できたことは間違いなく、中国海警局の船舶との間で、直接的な衝突を避けながら事態を解決したことは評価されるべきではなかろうか。今回の件とは全くの別件ではあるが、期せずして、当該のメキシコ人の40代男性の書類送検が行われた2024年8月19日には、NHK ラジオ国際放送のニュースにおいて、中国籍を持つスタッフ1名から、尖閣諸島は中国領土との主張がオンエアされた。この不適切な放送について、当の NHK も、すぐに謝罪を行い、本件の関連団体へ、厳重なる抗議を実施し、当該スタッフの契約は解除され、さらに、当該スタッフへは、刑事告訴と損害賠償の請求も行う方針だと報じられている。今後も、中国側によるあの手この手の出の尖閣諸島に関する工作が収まるとは考えにくく、いざこれが発生してしまった場合に、どのように毅然とした態度を日本政府が取れるのかが、今後も大きな課題となるだろう。尖閣諸島の魚釣り島で、メキシコ人の40代男性がカヌーで漂着し、海上保安庁に救助されました。この男性は、与那国島に滞在後、台湾を目指して、カヌーでの危険な渡航を試みたとされ、最終的には、
潮流に流されて尖閣諸島に漂着しました。事件に政治的な意図はないと見られていますが、この地域は中国が領有権を主張しており、領土問題に敏感な場所です。救助された男性は日本の国内法に違反していたため、後に書類送検されました。この事件は日本の迅速な対応が中国による介入を防ぎ、実効支配を確固たるものにしたことを示しています。